はい、ブドウライダーみっちゃんねるの佐藤です。これはこの間1000円ガチャで当たった知恵の輪、この知恵の輪をあっという間に外してみたいと思います。はい、こんな感じ。何回もやっているうちに外れる仕組み、つける仕組みが分かっちゃったんでね、俺にとってこの知恵の輪は全く価値のないものになってしまいました。そんでもって今日の晩酌は一番絞り。よくわかんないけど一番に絞ってあるんだね。俺自身この一番絞りにハマったことはないわけだが、世間一般的には人気のビールらしい。そんじゃまあ、狭間乾杯言いながらいただきます。まずうまいね。一番に絞っているからなのかね。でもこのビールが一番絞りってことは、いつも飲んでいる他のビールは一体何番絞りなんだろうね。まあ一番だろうと何番だろうとビールはビール。とてもでつまみはろくなものなかったんでね。アボカドチーズ味のお菓子、美味しいかどうかって聞かれると特に何も感じないね。あくまでも個人の意見ではありますが、そもそも俺はアボカドってやつがそんなに好きではないし、どこがうまいんだか全く分かんないんでね。週末も近づいてきて誰かと飲みに行きたいね。さすがにいい加減一人飲みも飽きてきたんでね。とはいえ俺もあんまり友達多い方じゃないんでね、一緒に飲みに行ってくれそうな相手パッと思いつくかっていうと0人です。まあ何気に俺の交友関係の薄さをバラしてしまったわけだが、とはいえ俺も結構モデるんだよ。ここだけの話、男には。不思議なことに女性にはモテないんだけどね。ただいろんな意味で俺は男に全く興味がないんで、世の中うまくいかないもんですな。っていうか年齢を重ねるごとに男女関係なく他人に興味がなくなってきたね。もはや自分のことにしか興味がなくなってきた。そんなんでいいのかなーって思ったりもするんだけどね。世の中に俺より面白い人間がいないんだからしょうがない。あまり大きな声では言えないが、自分のことが大好きみっちゃんねるの佐藤でした。